先週は寒気が襲来し、北日本や北陸だけではなく西日本の山沿いでも積雪が増加しました。強い寒気が南下する前の1月16日火曜日と2月1日木曜日の各エリアの滑走状況を比較すると、雪不足だった滋賀県や中国山地沿いでは大雪となったため全面滑走可の割合が近畿はプラス43ポイント、中国はプラス40ポイントと一気に増加しました。北日本や東日本の各エリアでも20から30ポイント前後の増加となりました。またこれまで雪不足でオープンできなかったスキー場でも一気にオープンしたため、全国のスキー場のオープン率は9割以上となりました。ただ気象庁の1ヶ月予報を確認すると、東北から西日本にかけては一時的に寒気が流れ込んで気温が下がることはあっても、平均気温が平年よりも高い予想となっています。2月後半になると春の空気が優勢になる見込みです。これからスキー・スノボを計画されている方は、積雪が十分に残っている2月上旬のうちに遊びに行くのがおすすめです。また北日本や北陸など雪の多い地域では融雪災害や雪崩の発生に注意が必要です。出発前にハザードマップで危険な箇所を把握し、雪崩注意報などの気象情報が出ていないかをチェックすることを心がけましょう。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。